いつもナキの綺麗制作の動画を見てくださりありがとうございます。はじめまして、ナキです。今回はエイプリルフールの特別企画ということで実写動画を初めて作りました。実は、YouTube のコメント、 Twitter のコメント、 DM で綺麗に関する質問をいただくことが増えてきました。なので、もっと綺麗の魅力が伝わるように制作に関する疑問に答えていきたいと思います。じゃあ早速質問に答えていきます。まず使っている道具、これは多分わかると思うんですけど、まあ、ペンナイフ、カッターとかでもいいんですけど、ナイフと、下に引くカッターマット、これはまあ誰でもわかるかな。このナイフなんだけど、普通のあのカッターでも別にできます。でも細かい作業とか、まあ、切り絵に向いてるのはデザインナイフかな。一応いつも使ってるのはこのタミヤのプラモデル用のデザインナイフなんですけど、まあ、普通のものでも一応持ってるんですけど、重さがある方が切りやすいと思ってるので、まあ、タミヤのデザインナイフを使ってます。普通のでも全然できるしいいんですけど、まあ、人それぞれなんか持ちやすさとか太さとか自分でおすすめのお気に入りのものを探したらいいと思います。あとはピンセット、結構細かい作品になるとあった方が便利だったり、のり付けの時にもピンセットがあった方が手がベタベタしないからピンセットを使うのをおすすめします。のり付けのこともよく質問されるんですけど、のり付けは、普通のスティックのり、文房具屋さんで売ってるスティックのりと、あとこれも文房具屋さんで売ってるんですけど、このペンタイプののりをよく使います。ちょっとこれはあのコツがいる、使うのにコツがいるんですけど、まあ、使えるようになれば結構便利。あとはこのスプレーのり、広い範囲にこうスプレーできるし、あとこう網状になってるものを貼るときもいちいちのりつけてるのがすごい大変なので、あると便利です。次に基本的な作業工程なんですけど、まず切りたいイラストを用意します。作品になるイラストですね。例えばこれちょっと前に出したクラゲの世界っていうオリジナル作品なんですけど、これを切りたい紙に重ねてこれの上から切ります。で切り方が、まあ、2種類あるんですけど、1つは、まあ、こうして用意して紙に重ねて切るっていう方法があって、もう1つがこう切りたい紙に直接印刷しちゃうっていうやり方です。これの方が多分初めてやる人とかは2枚重ねて切るっていうのはちょっと大変なので楽かなと思います。であと基本的な作業工程に近いですけど、色ですね。その色付けをどうやっているのかっていうのは動画でちょっと載ってたりもするんですけど、こちら、まあ、色画用紙がいっぱい入ってるんですけど、基本的には画用紙を使っています。折り紙でやる人もいるんですけど、まあ、個人的に画用紙の方が発色がいいっていうのと、折り紙だと裏が白いのでこう切り口がちょっと白く見えてしまうっていう、まあ、個人的な話なんですけど、まあ、好みですね。好みによります。でこの使ってる紙がミューズコットンっていう名前の紙なんですけど、ものすごい色の種類があります。まあ、これは一応紙の専門店に行って買えてます。なんか値段とかはちょっとお店によって違うのかわかんないですけど、そんなに高くはないです。まあいろいろ集めているんですけど、まあ作りたい作品に合う色を紙屋さんに探しに行くっていう方法が一番早いのかな。まあ、そうやってる中で増えちゃったっていう感じですね。今はざっと200種類ぐらい紙を持ってます。だんだん作ってるとなんかこう特殊な紙、ちょっとボコボコした紙とかスウェード調みたいな感じになってるものとか、いろいろ探していけばどんどん増えてきます。ちょっと前にツイッターで載せたんですけど、紙だけで4000円とかいったりもします。全部紙なので1個は安いんですけど、いろいろ揃えていくと色もいっぱいあるし、今二次元の絵もすごく色鮮やかな絵が多いので、やっぱ再現するってなると色画用紙がすごい必要になります。色は最初は難しいかもしれないんですけど、
目だけ色つけるとか、その目が特徴的なキャラっているじゃないですか。赤くなってるとか、なんかこう両方の色が違うとか、そういうキャラの目だけつけるとか、武器を持ってるキャラだったら武器だけ色つけるっていうのも、ちょっとこう見せ方としてはかっこいいし、少し色つけてみようかなっていう入門編にもなると思います。最後にうまく切るコツを2点紹介したいと思います。まず1つ目が力加減なんですけど、力を入れすぎてしまうと髪が歪んでしまったりとか、ボロッとしてしまうというかになるので、なるべく力は入れないで切ります。あとは作業の効率、手が疲れてきちゃうとなかなか進まない、かたどらなくなっちゃうので、なるべく最小限の力で切る方がいいです。でもう2点目のポイントが、切る場所、順番、切る場所は順番なんですけど、さっき見せたこのイラストだったら、外枠、一番の外枠を切ってしまうとこう外れてしまうんですよ。この裏に本当はまあ黒い紙とかを重ねて2枚で切るんですけど、まあ、端っこテープとかポッチリスで留めるわけなんですけど、外枠から切ってしまうとその留めた部分が外れてしまうので、その後手でずっと押さえつけながら切らなきゃいけないっていうことになりますので、まあやったことある人は割と分かるかもしれないんですけど、 なるべく内側から切ります。あと手がこう置くところが、まあ、右利きだったら左から右に進んでいくので、左から右にこう切っていった方が、こう切ったところを手で押さえちゃったりすると折れたり破れたりしちゃうので、そういう順で切っていったり、中心から切るとか絵によって違うんですけど、まあ、その2点が押さえられれば意外に簡単に切れる、いや効率よく切れると思います。あとちょっと余談なんですけど、最初に紹介したペンナイフ、デザインナイフなんですけど、あれは刃の部分が取り替えられるようになってるんですよ。なので折れてしまったとか切れ味が悪くなってしまった時にどんどん変えていくんですけど、もったいないなって思っちゃって、あんまり変えないでいるとすごい切れ味がすぐ悪くなるんですよ。切ってる紙にもよるんですけど、ちょっと厚めの紙を切ってる時はやっぱり切れ味がいいか悪いかで全然違うんですよ。なのでなるべくすぐ変えちゃった方がいいと思います。疲れるんですよやっぱり切れ味悪いと。しかも細かいところは切りにくいというか、こう端っこの部分にこう V字の切る場所があったとしたら、ここにこうちょっとボサッと残っちゃうんですよね。プチって取ると汚くなっていっちゃうので、こう角はちゃんと切った方がいいです。作品の見栄えにも関わってくるので、っていう余談で最後にしたいと思います。こんな感じで分かりましたかね。ちょっと説明が分かりにくかったかもしれないんですけど、普段の動画でこんなのが見たいとか、こういう写し方にしてほしいとか、なんか要望があればコメントしていただければ、 Twitter の DM でもいいですけど、バンバン答えていくので、これからもよろしくお願いします。いつかまた実写動画が上がる時があったらまた見てください。これからもよろしくね。ナキでした。